ウクライナ軍反転攻勢は一定の成功、ロシア軍精鋭部隊の一部は撤退か。ウクライナの国防次官は14日、ロシア軍への大規模な反転攻勢を展開しているウクライナ軍が南部ザポリージャ州一帯の戦線で一定の成功を収めていると述べ、進展を強調した。米紙ニューヨークタイムズも12日、ウクライナ軍が南部の2つの戦線で戦術的に重要な前進を果たしたと評した。ウクライナの国防次官は記者会見で、アゾフ海に面した港湾都市マリオポリやベルジャンシク奪還への足がかりとなるドネツク州南西部ウロジャイネ周辺での戦果に触れた。ウロジャイネは反攻の起点ベリカノボシルカから約 10km 南方にあり、ロ軍が地雷原や塹壕などで強固な防御陣地を構築している。ロ側幹部は13日、集落の北側を奪還されたことを認めた。ロ軍の補給拠点メリトポリを目的地とするザボリージャ州西部の戦線でも、起点のオリヒウから約 13km 南にあるロボティネからロ軍精鋭部隊の一部が撤退したとの情報がある。ウクライナ軍南部方面部隊の報道官は13日、地元テレビで、ロ軍が占領している南部ヘルソン州ドニプロ川東岸コザチラヘリ一帯で拠点確保に向けた作戦を実施したことを明らかにした。ただウクライナ軍が奪還を目指す拠点都市に年内到達するのは困難との見方が出ている。米紙ウォールストリートジャーナルは13日、ウクライナ軍の進軍ペースが遅いため米欧諸国が来年春の反攻に向けた支援策の検討を開始したと報じた。ニューヨークタイムズは最近、ウクライナ軍兵士の死傷者数が15万人を超えたとの推計を伝えており、ウクライナ側の人的犠牲も膨らんでいる。制空権のない戦いで機動部隊が敵の前線を突破した例はないというのが戦術の教科書的な答えと言えるが、ウクライナ軍はどうやらこの常識を書き換えるつもりらしい。最大の疑問は、ロシアが優勢な航空勢力を投入してウクライナ軍を叩かないのはなぜかだ。この疑問中、次の戦いに対するために温存しているという可能性がある。つまりウクライナで航空戦力を失えば、次に控えている NATO 諸国と米国の戦いに問題があるということだ。バイデンはそれを理解しているのかいないのかは不明だが、 F-16 というかなり古い第4世代の戦闘機の供与もためらっているが、プーチンがウクライナを掌握すればかなり厳しい状態になるだろう。さてどうするのかな。一定の成功という微妙な表現から伝わってくることを察しないといけない。実態としてかなり犠牲を出したという表現が隠されている。ロシア側は肉弾戦を仕掛けてきていると表現。実際ウクライナ側のいつもの1日平均犠牲者数の10倍ぐらいの数を挙げていた。戦果を両手を挙げて喜べない状態だということには違いないだろう。バフムトでは3平方キロ取ったという。ちなみにロシア軍の占領地域はあと約10万平方キロ。ヘルソン側のトガ作戦と砲撃が激しいという。ザボリージャ側は逆に激しい動きが最近ないということで、一部の戦力をロシア側が他に回したのかもしれない。あとはやはりクビャンスク方面ではロシア軍が押しているという。すでにウクライナ側も15万人の犠牲者数、ロシアは20から30万、ウクライナ側が追いついてきている。しかし人口はロシアが3倍いる。この調子で何年も続いたら、ウクライナには若者がいなくなり、国の存続に関わる。子供の犠牲500人、極超音速ミサイルで8歳男児死亡、ウクライナ。ウクライナ検察当局は12日、ロシアによる侵攻で死亡した子供の数が500人に上ったと明らかにした。負傷者は1100人近い。今月24日で侵攻が始まって1年半、戦争は長期化し、安全な場所で守られるべき子どもの犠牲に歯止めがかからない状況が続いている。東南部の前線から遠く離れた西部イワノフランコフスク州では11日、飛来したロシアの極超音速ミサイルキンジャルで、家族と共に自宅にいた8歳の男児が死亡した。オニシチョク知事は、重傷で病院に搬送され、医師が最善を尽くしたが、残念ながら命を救えなかったと肩を落とした。
知事は動画メッセージで、すでに慣れっこになってしまった空襲警報に改めて注意を向けるよう促した上で、どこに住んでいようとも自分と親族の安全を守ってほしいと訴えた。ウクライナ空軍によると、ロシア軍は自国中部トゥーラ、リペツク領州の上空からMiG-31 戦闘機でキンジャル4発を発射した。1発はウクライナ北部キーウ州で撃墜されたものの、残る3発がイワノ・フランコフスク州の軍用飛行場の近くに落下。男児の自宅はそこにあった。ウクライナ空軍報道官は、西側諸国に訓練に行く若いパイロットが標的となったと指摘。近い将来、ウクライナに供与される可能性がある米国製 F-16 戦闘機の運用を妨害するのがロシア側の狙いだと説明した。ウクライナは軍事目標や民間施設を狙ったロシアの砲撃や空爆に巻き込まれて死傷した子どもの数を約1600人としているが、占領された東南部の犠牲者は把握できないため、最終的な人数ではない、検察当局。占領地ではロシア側への子どもの連れ去り問題が起きており、子どもの人権状況は深刻さを増している。ロシア黒海艦隊威嚇射撃、安全輸出合意離脱後初。ロシア軍の黒海艦隊の巡視船が貨物船に威嚇射撃した。ロシア国防省の13日の発表によると、黒海南西部でパラオ船籍の貨物船が禁止されている積み荷を運んでいないか検査するための停船要請に応じなかった。そのため、ロシア軍の黒海艦隊の巡視船は自動小銃で威嚇射撃し、強制的に停船させたとしている。貨物船はロシア兵が船内を検査した後、予定通りウクライナ南西部オデーサ州のイズマイル港へ向かったという。この攻撃による怪我人などの情報は今のところ入っていない。ロシア軍による民間船への威嚇射撃は、ロシアが黒海を通じたウクライナ産穀物の安全輸出の合意からの離脱後、初めて。ウクライナ大統領府のポドリャク顧問は、明確な国際海洋法違反だ。海賊行為であり、犯罪だと非難した上で、報復を示唆している。ウクライナ軍のドローン、1週間でロシア軍の装甲戦闘車両33台、トラック29台、戦車20台などを破壊。2023年8月14日に、ウクライナの副首相のミハイロ・フェドロフは自身の SNS で、ウクライナ軍のドローンが2023年8月7日から8月14日までの8日間で破壊したロシア軍の軍事施設やロシア兵の状況を発表していた。そして同氏は、ドローンではウクライナの一般市民を決して殺害していません。24時間、勝利のために働いている兵士に感謝しますとコメントしていた。ミハイロ・フェドロフ副首相の SNS によると、1週間で破壊したのは、装甲戦闘車両33台、トラック29台、戦車20台、ロシア軍兵士25人、榴弾砲、大砲17門、ロシア軍の拠点16カ所、弾薬、燃料庫7カ所、通信システム6機、防空システム3機、モーター、対戦車ミサイル、マシンガン3機、ウクライナ軍では2022年2月24日にロシア軍に侵攻されてから殺害したロシア軍の兵士の数、破壊した戦車、戦闘機など兵器の数をほぼ毎日公表している。これらはどのような兵器で破壊したのかの内訳までは不明だった。今回ミハイロ・フェドロフ副首相はドローンという特定の兵器で破壊した数を公表している。ウクライナ軍ではロシア軍の装甲戦闘車両や戦車、大砲といった軍事施設をドローンで攻撃して破壊することが多い。偵察監視ドローンが上空から大砲を探知したら、ミサイルを撃ち込んだり、攻撃ドローンで攻撃したりして破壊している。また、小型民生品ドローンに爆弾を搭載して突っ込んでいき、爆発させる、いわゆる神風ドローンのタイプで、上空から大砲に突っ込んでいき、軍事施設を破壊している。燃料などに引火すると大爆発することもよくある。また小型民生品ドローンから爆弾を投下して破壊することもある。安価なドローンを遠隔から操作して突っ込んでいったり、爆弾を投下することによって高価なロシア軍の軍事施設を破壊しているので、コストパフォーマンスは高く効率は良い。ロシア軍の塹壕に
神風ドローンが突っ込んでいったり、ドローンから爆弾を投下してロシア兵を殺傷している。神風ドローンや小型の民生品ドローンでの爆弾投下によってロシア軍の軍事施設を破壊しているシーンの動画もよく公開されている。